カバラス軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部南西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17万8011人であり、2000年の13万1063人から35.8%増加した。軍庁所在地は1803年に法人化されたコンコード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 歴史ある場所が多い中でも、アメリカが衆国国定歴史建造物に指定されているリード金鉱山が著名である。カバラス軍は1792年12月29日にメクレンバーグ軍から分離して設立された。軍名は、チョオン軍の出身で、ノースカロライナ州会員の議長を務めたスティーブン・カバラスにちなんで名付けられた。1799年、 軍南東部の未編入領域でコンラット・リードが金鉱脈を初めて発見した。リードはアメリカ独立戦争時に反乱軍に対抗するためにイギリス軍が連れてきた数多いドイツ人傭兵の一人、ジョン・リードの息子だった。ジョン・リードは多くのドイツ兵がそうしたように軍隊を脱走し、ジョージア州からノースカロライナに移り、ドイツ出身の地域社会に入った。 そこで農園を始めた。後にその息子のコンラッド・リードが自分の土地で大きな金塊を発見した。ジョン・リードはその金塊を売ってファイエットビルまで一週間かかる旅費にし、息子の発見の経済的重要性を認識した。ジョン・リードはまずその土地で砂金採掘を始め、その後地下を掘り得られた金で裕福になった。その金山は リードの金鉱山と呼ばれるようになった。軍内で多くの金が発見されたので、それを扱うために、シャーロット貨幣鋳造所が建設された。リード金鉱山は国内初の金山としてアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。州内の金は20世紀初期まで採掘された。今日鉱山の再建されたトンネルを探検することができる。カバラス軍は、 地域のセントラリナ自治体委員会のメンバーである。カバラス軍は5人の委員による軍政委員会が統治しており、委員は軍全体を選挙区に選ばれ、任期は4今年間、2年ごとに半数が改選される。軍の運営は軍マネジャーが行っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は365平方マイルであり、 このうち陸地364平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.16%である。カバラソ群はカロライナピードモント大地の穏やかにうねる田園部にある。特に高い山はないが、東半分にはユーハリー山地の西端にあたるふもと丘陵,陵部がある。標高は約500フィートから800フィートである。 大きな船が通ることのできるような川は軍内を流れていない。一番近い航行可能な川は隣接するローワン軍を流れるヤドキン川である。土地の傾斜は南東部に向かって下っている。軍内で最長の水路はロッキー川であり、アイアデル軍を水源とし、スタンリー軍のノーウッドの下流で PD 川に注いでいる。天候は温暖で暑い夏と温暖から、 冷涼な冬がある。時として悪天候が起こり、暖かい季節の雷雨や冬の雨氷や降雪が時たま、起きる。平均した冬には、降雪がゼロのこともあり、また3回ほど積雪することもある。雪は、積雪の間に溶け、雪解となることはない。年間平均降雪量は4インチ、降水量は46インチである。下至の頃、 日中の時間は14時間33分となり、可視光は15時間32分継続する。リンコは広さ18エーカーの小さな湖であり、郡の中央にある。修道73号線と旧空港道路の間に位置している。リンコ道路は曲がりくねった2車線道路でこの2本の道路をつなぎ、湖や小さな池を見ることができる。リンコは自然湖であり、 水深は平均して28フィートである。湖とその周辺では鹿、リス、アライグマ、オポッサム、スカンク、コクチバス、ブリームなどが見られる。カバラス軍は13の軍区に分割され、番号付けされている。第1軍区は、ハリスバーグ、第2軍区は、ポプラ、第3軍区は、オーデル、第4軍区は、カナポリス、第5軍区は、ニュージリード、第6軍区は、 ライマータウン、第7軍区はゴールドヒル、第8軍区はマウントプレザント、第9軍区はジョージ。週間高速道路85号線は、軍北部を南西から北東に走っている。地域空港がコンコード市の西7マイルにある。商業便は、シャーロットやグリーンズボロの空港を利用できる。旅客鉄道は、アムトラックの便をカナポリスから利用できる。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍の200年間以上で農業が19世紀後半と20世紀初期、特に軍北部では繊維が経済の重要部分となった。教授元経済はより多様化している。軍住人の大半はスコットランド・アイルランド系、ドイツ系、イングランド系、ウェールズ系のヨーロッパ人子孫である。 アフリカ系アメリカ人も少数いる。軍住人は昔からプロテスタントが多く、特に南部バプテスト連盟、長老派教会、メソジストが多い。小さなユダヤ教のシナゴー群もある。正教会やイスラム教の教会は近くのシャーロットにある。リードゴールドマインカロライナズ医療センター北東支所は24時間救急部と外省センターがあり、コンコード市にある。 退役兵病院や軍事施設はない。州最大の観光地はコンコードミルズモールである。グレート・ウルフロッチがこのモールの近く、週刊高速道路85号線の反対側にある。軍内には1799年に国内で初めて金脈が見つかったリード金鉱山がある。カバラス軍はアメリカのモータースポーツの中心を自称しており、 ナスカーとの豊富な歴史がある。軍西部には、毎年ナスカースプリントカップシリーズを3回、開催するシャーロットモータースピードウェイ、そのダートトラック、年2回のド,ドラッグレースを開催する GMAX、ドラッグウェイなど、コンコード市の大規模な自動車レース施設がある。コンコード市の南東、ミッドランドにあるコンコードスピードウェイでは、初春から秋まで毎週ナスカー。 ウェレン・オール・アメリカンシリーズを開催している。軍内にはいくつかのレースショップもある。コンコード市のヘンドリック・モータースポーツ、ラウシュ・フェンウェイ・レーシング、リチャード・ペティ・モータースポーツ、アーン・ハート・ガナシ・レーシング、カナポリス市のスチュワート・ハース・レーシング、ハリスバーグ市の JTG ・ジード・ハティ・レーシングと、ウッド・ブラザーズ・レーシングなどである。最新式でこの種のものとしては、初めての風動である。 ウィンドシェアが2008年7月18日にコンコード市に開設された。ナスカーやフォーミュラワンレーシングチーム、さらに自動車メーカーが利用できる。カバラス軍の自治体と軍区軍北西部にあるオーデルスクールの法人化が進められている。現住人はカナポリス市に併合されるのを避ける手段として法人化を期待している。カナポリス市の一部を除く。 軍全体の公共教育は、カバラス軍教育学区が管轄している。カナポリスは独自の教育学区を持っている。カバラス軍教育学区は、生徒の成績が良く、暴力など問題が少ないので、州内でも良い方の学区とみなされている。軍内にはバーバースコティアカレッジ、カバラス健康科学カレッジ、およびローアンカバラスコミュニティカレッジの支部がある。ノースカロライナ大学シャーロット校は、 メクレンバーグ郡にあるが、実際には近くのハリスバーグにあり、週刊高速道路85号線で容易いに通学できる。郡内ではインデペンデントトリビューンが発行されており、週刊誌のザ・ウィークリー・ポストもある。ラジオは AM 局がクラシックのカントリーミュージックを流している。ポプラテント道路近く、アメリカ国道29号線、北有線、優先。 無線の電話は軍内どこでも利用できる。ケーブルテレビも軍の大半で利用できる。テレビはシャーロットテレビ市場に入っている。ありがとうございます。